写真家として活動を始めて今もう8年目ぐらいになったんですけど、最初は世界を旅しながら撮影をしていたので結構いろんな国のスナップを撮影をすることが多くって、でも今はですねコロナを経てあまり国外に頻繁にいろんな国に出ることが少なくもなっているので、なんかもう少し自分の身近なものが日頃の身の回りのものだったりとか、ちょっとなんだろうな、目を離すと忘れてしまいそうな、なんか日々のささやかな幸せみたいなところに目を向けて写真を撮っています。なんかよく地味な写真ですねみたいなのを周りにも言われるんですけど、なんだろう、なんか写真ってそんなにこう飾らない方が私は好きなので、どちらかというとこう過度な装飾をしなかったりとか、本当にこう身近に溢れてるものそのまま写すことが多いですね。いつも歩き慣れてる道だったりとか、こう何度も何度も訪れてる場所ってどん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 色あせていく、関心がなくなっていくんですけど、そこにあえて毎回新鮮な気持ちで道端の花を撮ってみたりとか、なんか日常を愛し直せるみたいなのをコンセプトに写真はいつも撮影してます。なんか最初に手に取った時はそんなに実は Z6II との違いみたいなのが分からなかったんですけど、実際に自分で撮影をしてみて、で私普段の撮影が、液晶モニターと、ファインダーですね、どちらも使い分けしながら撮影することが多いんですけど、どちらも本当に見え味って言ったらいいですかね、見え味がさらに Z6II よりも美しくなったなっていうのを実感しました。なんかよくカメラこう目で見たのは美しいんだけど、カメラを通すとなんかちょっとコントラストが微妙だったりとか、あとはちょっと目で見る方が美しいなみたいなことが結構多々あったんですけど、そこの違和感が本当に全く感じなかったのが最初の印象でした。両方ともさらに綺麗になったなみたいなのを実感して、なんか目で見るよりも美しいなって感じる時もありました。私よく海の写真を撮るんですけど、青が好きなのでなんか青空と海のコントラストを撮りたい時とかに、こう目で見た美しさをそのままカメラで写すことってなかなか難しいなって感じてたんですけど、なんかそこに全く違和感を感じなかったので、今回撮影ちょっと瀬戸内海でさせてもらったんですけど、大好きな瀬戸内海がそのままカメラに写っていてすごい嬉しい気持ちになりました。なんか私らしさがよく出るテーマがいいかなと思ったので、光と青というコンセプトを持って作例は撮影をしています。この写真は父母ヶ浜っていう香川県の海で撮った写真なんですけど、時間帯が6時くらいかな、なんか父母ヶ浜1日に1時間だけこうリフレクションみたいになって鏡張りになるのが有名な場所なんですけど、光と青っていうコンセプトにした時に光と青どちらも一緒に切り取れる場所を探していて、なんかもうここしかないかなと思ってここで写真を撮りました。実はこの場所がすごく人気のある観光地なので人がすごいんですね。もうこの時間になると1メートル沖ぐらいに人がいる場所だったので、もう本当にこの一人モデルさん一人になる瞬間っていうのがすごい貴重なタイミングだったんですけど、あ今って思った時にだんだんこう暗くなっていく天気とその時間をなんだろうな合わせるのが大変だったんですけど、今回 Z6III フォーカスがとにかく早いので、もう
今撮りたいっていう時を逃さずに瞬間を切り取ってくれるのがとても助かりました。私は普段サイレントモードで撮影をすることが多いんですけど、この日ももちろんサイレントモードで撮影をしていて、でモデルさんにちょっとふわっと広がるスカートをこの日履いてもらってたので、秩父ヶ浜でくるくる回ってもらってちょっとふんわり感を撮りたいなと思って高速連続撮影で撮影をしたんですけど、もう体感できるぐらい枚数が増えていて、いつもだったら何回かリテイクするのでモデルさんを何度も何度もちょっと回ってもらってしまうんですけど、この日はもう1回でもう好きな好みなスカートのふんわり感が出せたので、いやこれは今後かなり重宝するなと思いました。でこの今回はちょっと撮影してないんですけど、鳥の撮影をすることもたまにあるので、そういう野鳥を撮ったりとかする方、私よりもさらに体感できるんじゃないかなと思います。この写真は夜8時9時ぐらいかなに近くの港で撮った写真だったんですけど、もうあたり真っ暗で船の明かりしかない状態の時間帯だったんですけど、この写真実は ISO 3200で撮影をしてます。で基本高感度ってノイズがどうしても乗るので、こう上げるの躊躇してしまうし、でも減らすと解像度がちょっと減るので落ちるので怖いなと思っていて、いつも悩んでたんですけど、3200で本当に撮影したのかってびっくりするぐらいノイズがほぼ出ていなかったので、確認した時にすごく驚きました。これがカフェンテ撮った写真なんですが、営業中にちょっとお邪魔をしていて三脚を立てられなかったんですね。どん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 お客さんも入ってきていたので、なのでちょっと手持ちで撮ったんですけど、手持ちでも全く手ぶれが気にならなかったですね。あと私自身が女性であんまり力がないので、いつもちょっとこういう暗い場所とか夜のお散歩とかに三脚を持っていこうか悩むんですけど、 Z6-3 これだけ手ぶれ補正がしっかりしていればもう悩まないで Z6-3 だけ連れてお散歩ができそうだなと思います。オートフォーカス性能でいうと、この写真がモデルさんに桜の花びらを投げてもらってる写真なんですが、この日風もすごく強くって、もう手のひら開いた瞬間に桜の花びらがどん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 舞っていってしまう状況だったので、結構難しい撮影だったんですけど、オートフォーカスとても早かったのですぐにピント合わせてくれて、思い通りの写真が撮れました。やり直しもほぼなく思い通りでしたね。この写真は夕暮れの秩父ヶ浜で撮ったんですが、せっかく IVF とにかく綺麗なので、なんかちょっと太陽の光が入るといいなと思って撮った写真だったんですけど、この日かなり直射日光でガンガン来てたので眩しくって、だけど IVF 通すと全然綺麗に写って眩しくなかったので撮影に集中できました。実際目で見てるよりも綺麗に見えるので写真撮ってる方も楽しくなりますし、なんか覗いたけどなんか違うからシャッター切るのやめようみたいなタイミングがほぼなくって、もう覗いたら絶対にシャッターを下ろしたくなるような見え味の良さがありました。普段私 2470 のレンズを使ってるんですけど、やっぱちょっとそれだと物足りない時があるので、プラスで70-200のレンズも持ち歩く
くことが多いんですけど、やっぱ2本レンズ持ち歩くとどうしても重くなってしまって、どっちか置いていこうかなって迷うことが多々あるんですけど、今回この24-120 のレンズ、今回このレンズが Z6-3 のキットでついてくるっていうのをお聞きして、いやこれ1本あったらもうこのレンズだけで出かけることができるので、すごい欲しいなと思いました。なんか120まで寄った時も綺麗にボケますし、本当に1本でストレスなくしたい撮影はだいたいできるかなと思います。この写真は昼間に港で撮っている写真なんですけど、ちょうど船が2隻来ていたので、どうしても広角で撮りたくて撮ったんですけど、なんか広角で撮ると結構レンズの歪みが気になる時って私は多くって、でもこの24-120 のレンズだと歪みも気にならないので、まあ、特にトリミングしたりもせずそのまま出せたので、すごいいいレンズだなと思います。実際に撮影に出てみて、道具としての使いやすさっていうのが上がってるなっていうのを感じました。例えば、撮影をした後の再生ボタンが、前 Z6-2 だった時はこの左上にあったので、どうしても確認の時に左手を添えて右手で確認をしてたんですけど、今回 Z6-3 になって再生ボタンが右下に来たので、片手で右手で持ってそのまま右手で確認ができるようになって、より作品作りに集中ができるようになりました。 Z シリーズはいろいろ自分好みにカスタムができるところが魅力だなと思ってるんですけど、今回 Z6-2 ではできなかったフォーカスポイントを中央に戻す設定を、ここのレンズファンクションキーに設定することができたのが私は結構大きくって、今までその中央にフォーカスポイント戻す時にいつも OK ボタンを押していたので、どうしてもこの親指の上下の動きが出てしまってたんですけど、それをこのレンズファンクションキーに設定することによって、なんかこう軸をぶらさずにこう何のストレスもなく中央に戻すことができたので、かなり重宝して気に入っているカスタムです。旅をしているとやっぱりその砂漠に行ったりとか海辺に行ったりとか、あとはもう雪深いところに行ったりとかって結構あるんですけど、前に行った時に結構もう砂漠ではシャッターが降りなくなってしまって、でこう雪深いところではもうバッテリーの減りがすごくあったので、そのでも撮影ができなくなってしまったことが過去あったんですけど、 Z シリーズではそういう経験がまずなくって、なんか特に撮影に支障が出たことって今までなかったのでとても信頼してるんですが、今回 Z6-3 それよりもさらにタフになったっていうのを聞いているので、もうなんか心配がよりなくなったんじゃないかなと思ってます。今までは撮影の時ってこう仕上がりを想像してシャッターを切ることが多かったので、なんか料理は後でするみたいなニュアンスで撮ってたんですけど、今回フレキシブルカラーピクチャーコントロール読み込んでそのまま撮影することができるので、もうファインダー覗いた時に仕上がりを見ることができるので、撮影自体ももちろん楽しいですし、最初から仕上げられるので、より自分の新しい表現を探したりだとか、なんか今まで挑戦できなかったことにも挑戦しやすいですし、撮影自体がとにかく楽しくなりました。どうしてもなんか人に伝える時、今までは例えば古生さんみたいな写真を撮りたいって言われた時に
1対1だったら教えられることってあるんですけど、どうしても大勢に伝えることって難しかったのが、このフレキシブルカラーピクチャーコントロールができたことで、別に私が何か伝えなくても、この私っぽい写真が一人歩きしてくれるので便利になったなと正直に思ってます。もちろん私も好きな写真家さんいっぱいいらっしゃるので、でいつもなんかこの写真の色味ってどうやって出してるんだろうみたいなのを、やっぱりこうその方の写真を横に並べて自分なりに調整したりとかを今までしてたのが、なんかいきなりその方のレシピで写真が撮れるっていうのが、なんだろうな、なんかちょっと秘密を覗いてるような気持ちになるんじゃないかなと思うので、ちょっといろんな人のフレキシブルカラーピクチャーコントロールを使ってみたいなと思ってます。私が今写真始めて8年ぐらい経って、やっぱ最初の頃なんか好きな色味になかなか写真がならなかったので、なんかそのせいで結構写真撮るモチベーションが落ちちゃったりしていた時期があったんですね。なんかそこをこうまだカメラ始めたばっかりの方が、いやこういう色で撮りたいって思ってくれた時に、なんかそのままカメラで使ってもらえるように、極力私がなんだろうな、カメラ始めた頃に欲しかった色味みたいなのを詰め込んで今回は作りました。なんだろうな、なんかノスタルジックではあるんですけど、ノスタルジックになりすぎないというか、ちょっと垢抜けているノスタルジックみたいなのを目指して今回作っていたみました。で、私自身青がやっぱり好きなので、青を撮った時によりそのちょっと懐かしいけどでも垢抜けているような、そういう青が残るように制作してみました。実はカフェの食べ物だったりとか飲み物とも相性が良くなるように作ってるので、なんかそういうちょっと室内で撮影したい人、ちょっとお散歩に行ってカフェに行ってお外でも撮りたい人みたいな方に使ってもらえたらすごく楽しいんじゃないかなと思います。EVF が美しいことももちろんなんですけど、やっぱ一番はフレキシブルカラーピクチャーコントロールを自分好みに作れて撮影に使えることが大きいのかなと思っているので、今まではこう自分の色にこだわって撮影をしてきたんですけど、もう少し他の方のフレキシブルカラーピクチャーコントロール使わせてもらって、またちょっと今までなかったカメラの楽しみ方を探していこうかなと思ってます。